大塚明夫、アニメ攻殻機動隊の馬頭役やアニメブラックジャックのブラックジャック役などで知られる大塚さん。その渋く低いお声とダンディーな外見に老若男女幅広いファンをお持ちの声優さんです。そんな大塚さんのお父様は2015年にご逝去された大塚千佳夫さんです。大塚さんは若い頃はお父様と折り合いが悪く言い合いになってしまうことがたびたびあったようです。そのため若かりし頃の大塚さんは役者になんかなるかと大学を中退してしまったようでした。23歳頃まではトレーラーなどの運転手をされていたようです。しかしある時、今の仕事が年を取った時に同じようにできるのだろうかと立ち止まって考えたことがあったのだとか。さらに同じようなルーティンの毎日に退屈してきたといいます。そのため大塚さんは月給をもらえる社会人を諦める決意をしました。またその当時、大塚さんは好意を寄せていた女性がいました。しかしその女性にはすでに劇団に所属する彼氏がいたのだとか。彼氏がいることを知ってか知らずか、大塚さんはその女性に交際を申し込みます。しかし男性は夢がある方が素敵と言われてしまい、交際を断られてしまいました。この一言がきっかけとなり、役者を目指すことになったようです。お母様とは30歳までに目処がつかなかったら辞めるとお話しされました。お父様が役者のお仕事をされていたからといって、息子で素人の大塚さんにすぐお仕事が舞い込んでくるわけもありません。一生懸命演技や役者に必要な勉強をし、劇団に所属することができました。しかしやはり生活は苦しかったようです。それを見かねたお父様が大塚さんに声優のお仕事を紹介したことから、声優業界に足を踏み入れることとなりました。声優として活動を始められたのは1988年、もうすぐ30歳になろうとしていた時だったようです。役者になんかなるものかと息巻いていた時期からは想像できないような名優になった大塚さん。そんな大塚さん親子が初めて共演したのは映画レッドさんでした。息子の明夫さんが三船敏郎さんの吹き替えを、お父様の千佳夫さんはチャールズ・ブロンソンの吹き替えを担当されました。また2015年に大塚千佳夫さんがご逝去された後、お父様が担当されていたキャラクターをいくつか引き継がれることもありました。生前千佳夫さんはあるインタビューで明夫さんとの出来事をお話しされたといいます。千佳夫さんが何も残してやれなくてごめんなと話したところ、明夫さんは俳優として一番大切なものを残してもらった血だとお話しされたのだとか。明夫さんのその答えを聞き、千佳夫さんは大変感動されたとお話しされていました。一時は折り合いが悪く言い合いばっかりしていたお二人ですが、同じ仕事をし共演を繰り返すようになって、わだかまりは少しずつ消えていったのかもしれませんね。福山潤、アニメ吸血鬼すぐ死ぬのドラルク役や、アニメコードギアス反逆のルルーシュのルルース・ランペルージ役などで知られる福山さん。そのストイックな演技と軽快な話術に魅了されるファンが多くいるようです。そんな福山さんが声優になったきっかけは、好きな女の子だったそうです。それは福山さんの高校時代のお話。その女の子はとても綺麗で、福山さんはすぐに釘付けになったのだとか。女の子の将来の夢を聞くことができたのは、学校の行事林間学校でのことでした。林間学校では、将来どんなことをしたいかといった質問に生徒が全員答えていくといったコーナーがありました。その女の子は福山さんよりも順番が前だったようで、声優になりたいですと宣言。それを聞いた福山さんは、自分の番が回ってきた時に、将来のことは自分で探したいです、デザインとか声優とかと、その女の子を意識した答えにしたんだそうです。しかしその女の子は地元で就職することが決まったのだとか。それでも夢だった声優の門戸は叩きたいという気持ちから、養成所のオーディションに参加。福山さんはその女の子と付き合いたい一心で、同じ養成所のオーディションを受けに行ったようです。その結果、女の子は落選し、決まっていた地元の職場に就職。福山さんは合格し、そのまま養成所に通うこととなり、声優として道を歩き始めることになりました。その話を聞いていた尾形めぐみさんは、女の子に向かって、君は声優になれなかったかもしれないが、君のおかげで声優界に宝物が増えたよ、すまんなとお話しされました。
尾形さんの言う通り、もしその女の子が養成所のオーディションを受けずにそのまま就職していたら、林間学校の発表で恥ずかしがって違う夢を話していたら、現在の大人気声優の福山さんは誕生していなかったかもしれません。偶然が重なったとはいえ、運命とはわからないものですね。下野ヒロ。アニメ鬼滅の刃の吾妻善逸役や、アニメ進撃の巨人のコニー・スプリンガー役などで知られる下野さん。音楽活動にも精力的で、2016年からシングルやアルバムなども発売されています。同じ事務所の後輩、内田真彩さんからは、アイムのお兄ちゃん的な存在と、所属事務所アイムエンタープライズでは後輩から尊敬される役者さんのようです。そんな下野さんが声優に興味を持ち始めたきっかけは中学生の頃だったようです。幼少期には自分の声をカセットテープに吹き込んでいたり、テレビに出ている人のモノマネをしてみたりと、声優につながるような遊びをしていたんだとか。幼少期には様々な夢を持っていたようで、ウルトラマンになりたかったり、警察官、コメディアン、保育士と、その夢の遍歴は多くあるようです。そんな中、中学生になった頃には多くのアニメに熱狂していた時期があったよう。声優さんの存在も知ってはいたものの、こんな仕事があるのかといった漠然とした憧れを持っていたようでした。中学3年生になると、人生初めての彼女ができた下野さん。しかしその彼女とは2ヶ月で破局。その気持ちを癒すかのように見たアニメがきっかけとなった無責任艦長タイラーだったといいます。下野さん自身も当時のことを思い出しては、タイラーに出会えたことは僕にとって最初のターニングポイントだったとお話しされています。また同時に、声優さんがパーソナリティを務めるラジオを聞いて、声優の世界はこんなにも楽しいのかと知った下野さん、中学校3年生で声優になることを決心したようです。本当だったら高校には行かず、そのまま養成所に入所する予定でしたが、ご両親の意向で高校に進学。演劇部に所属し、役者の基礎を学習することができたのだそうです。下野さんも他の方と同じように、事務所に所属してすぐにお仕事があったわけではなかったようです。それでも諦めず、ひたむきにお仕事に取り組んでいくと、だんだんと任される役も増えていったといいます。今となっては海外にも多くのファンを抱える下野さん。これからもその屈託のない笑顔をたくさん見せてくれるのではないでしょうか。藤原啓二。アニメクレヨンしんちゃんの野原ひろし役や、ハリウッド映画チャーリーとチョコレート工場ではジョニー・デップ演じるウィリー・ウォンカ役の日本語吹き替えを担当された藤原さん。代表作を挙げることが難しいぐらい、たくさんの人気作、人気キャラクターを担当されていました。そんな藤原さんが声優や役者を目指し始めたのは偶然だったそう。幼少期、ドラマのセリフを真似をして話してみたりしていた時期もあり、テレビの中の世界や役者さんに関して漠然とした憧れを持っていたようです。将来のことを考える年齢になった時、そういえば役者に憧れていたことを思い出したのだとか。しかし役者を仕事にするという意識は急には湧かなかったようです。そんな中、大学受験を目前に控え、志望校を決めるために開いた学校紹介の本。本の最後の方には、お芝居の学校の情報も載っていたようです。その情報を目にした時から、受験勉強をしながらも、頭の片隅には、芝居の勉強もしてみたいという気持ちが芽生えてきたようです。ご両親も大学受験をするだろうと思っていたのに、急に大学受験しないと宣言され、大変驚かれたよう。仕事の関係であまり会うことのなかったお父様は特にびっくりしていたようで、しばらくの間口を聞いてくれなかったようです。ご家族の反対を押し切って役者としての門戸を開くために入所したのは、劇団文学座に付属している演劇研究所でした。いざ入ってみると、研究所に通っていた生徒のほとんどが学業と両立をしていることに驚いた藤原さん。大学受験をしなかったことを後悔したようです。その後、研究所を卒業された後は劇団に所属されましたが、役者の仕事だけでは生活することができず、現場仕事のアルバイトをしていたのだそう。その仕事ぶりは会社の人から高く評価され、工事主任という名刺を持つほど出世。最終的には現場監督のように他の人に指示を出せるまでになったのだとか。
会社からは正社員にならないかというお誘いに、役者よりもこっちの仕事の方がいいのではと迷ってしまうこともあったようです。しかしやっぱり役者がいいと決心し、25歳の頃劇団で一緒だった金井美香さんの紹介で声優事務所ケンプロダクションを紹介してもらい、声優としてお仕事をしていくことになりました。その後の輝かしい経歴は皆さん知っての通りだと思われます。順調に声優としてのキャリアを積んでいき、2006年には事務所も立ち上げ、代表取締役にもなりました。しかし2020年4月12日、藤原啓治さんは癌のためご逝去されました。55歳という若さでの訃報に、同業者だけでなく多くの声優ファンも深い悲しみに包まれました。藤原さんはたくさんのキャラクターの声を担当されましたので、今でも様々な媒体でその声を聞くことができます。ぜひ藤原さんの渋く恥のある声を聞いてみてはいかがでしょうか。今回は男性声優が声優を目指した意外な理由4選をご紹介しました。今後も声優に関する動画を上げていきますので、高評価、コメントをよろしくお願いします。